初心者でもかっこよく見えちゃうトリック何個あるかな。5個ぐらいの技を紹介します。技というか、まあ、さらっとね。じゃあ1番は板を取る。で、これのポイントはこう蹴っちゃうと板が上がってくる。この先っちょをあんま強くバンってやるとバンって戻ってくるから、優しく何回かやると多分分かんないけど、これだよね、起き上がってくる。そう、この真ん中ね。これあのこっちとかこっちにすると板回るから。で、今こう縦にやってるけど、普段横でも一緒で、これならね、これ一番最初にできそうなあれだね。うん、2個目はあのこれだ。こう滑ってきて向こうに戻るときに、で行くのをグーってきて、ここで手を使わずに板をできそうにこう回す。これ180度回して、前とこっちが本当は前ノーズ側、こっちが後ろのテール側なんだけど、向こうに行きたいから板が今逆の時にこうさらっと板を変える。これは回したい方向に足を蹴る、こうジュリッて、こっちに回したかったら、そうだね、気をつけるのはすねだね。そうだね、うん、あんまこう近くでやるとグエッてやった時にコーンって打つから、回す時はちょっとこう離れて、むしろちょっと縦気味の方がいいね。ああ、そうだね、こうやって縦気味での方がね、すればこっちの足に当たりづらいから。でイメージは足元でもうこの回したここで回すよ。後ろのこれとこれがやるといいかな。3つ目はなんだ、何があった、ハンドプッシュとか。あ、ハンドプッシュ、よし、ハンドプッシュ。まあハンドプッシュはこう俺レギュラーだから、こっちに行けばいいか、こうちょっと歩いてから伸びる。グーフィーの人はこっちで、下手くそだな、スイッチこうちょっと本気にならないといけない、スイッチ苦手で。これはまあ説明はレギュラーでしよう。レギュラーの人は左手に持つね。左手に持って、右足ついて、左足、このタイミングの時にここに板が来るイメージ。投げる。で、ポンって投げるんじゃなくて、この、一歩二歩の時にデッキを前にして、こう来る感じ。
のイメージか。普通に歩いてたらデッキ横こうやって横になってて、1、2、3、逆にグーフィーも今の逆、グーフィーだったら右足が前だから右手に持つ、右前足の 方に持つのか。で歩いてデッキがここの自分の右足の前に来て、出す。今何個？今3つ。4つ目は板をこう取るんじゃなく、ちょっと強く蹴って、そう強く蹴ってポーンって跳ねさせて取る、浮くように。うん、これはさっきは叩く場所は一緒なんだ。この時に足が地面から離れる、こうチュンって。で、あとちょっとだけ少しだけ前に蹴ってる。そうだ、ね、でこうテールがさ、ヒュッてくるように。下だと自分にぶつかっちゃう。そうそうそう、下だとね、こうこっち行っちゃうから。これは普通に取るとき、跳ねて取るときは少し進行方向側っていうか前側に、極端に言えばをちっちゃい動きで取る。これが4つ目。5個目はね、違うな。5個目はなんだ、あれはこう走っててさ、ノーズで180パターンです、ね、プッシュしながら、プッシュ、例えばだけどここで止まるときにこう、止まる、逆でもいいしね、フェイキーできてでもいいし。これは今の慣れてるからあれなんだけど、少しイメージとしては、こうすってくんじゃなく、このイメージ、ちょいこう上げる、クイーン。だから滑りながら180するのと一緒。これなんか技名あんだよね、本当はね。あ、そうなんだ、多分。でもまあこう、これのコツは何だ？片方のトラックをこう上げる。そうだ、一瞬上げとく。ね。これが大事だ。慣れてきたら、あの力加減で、こう、ちょっと擦った感じ。できる。そう。スピードダッシュもできるし。スピードダッシュもできる。だね。これで5つか。小技、まあ、小技はね、考えでいろいろできるからね、こういうのもあるよっていうので、これとかねできなかった、できっか、ダメだ。まあまあこんなもんで、じゃあ